はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、ちょね、この前言ってたね、そのランドロスとか、まあ、その、他だとサンダーとかエースバンのね、トンボボルチェン、スカーフから動く動きを、ちょっとね、それがめちゃくちゃ強いと思ってるから、それをある程度理解したいと思って、ちょっと、僕はね、ランドロスでやってみようっていうところなんですけど、なんか純正受けると当たったね。これはマジでしばきたい。ガチで。ガチのマジにしばきたいけど、まあ、ランドから入ってウラオス突っ込ませる展開で割となんとかなるんだよな。ただ、ヌオーが割とめんどくさい。いやー、サンダーでもいいんだよな。別にランドロスである必要はないか。そうだね。で、こっちのね、ドヒドラッキーナットレとかって受け駒考えると相手多分ランクルス出したいから、ランクルスとウラオス対面すれば多分持っていけるんだよな。ランドウラオスサンダー。ランクルスが、ランドウラオスサンダーでいいかな。まあ、ラッキー絡めてステロ巻きたいとかはなくはないけど。ランドロス、ラッキー。いやー、待って、ウラオスまで確定。ラッキーいるか？ヤドキン。サンダーでいいだろ。本当はラッキー絡めて、ただラッキーはカバルドンではないからね。これにさ、多分、対面操作絡めて、崩しのえぐい駒着地させたら多分壊せると思うんだよな。基本的に相手のやってくる行動は僕は全部わかるから。はい、ドヒドイデから切って、ここさすがに無動引きなんじゃないかな。ここ無動引きじゃないと、ちなみにで、トンボ返りじゃないと成り立たないけど、トーチカとか、いやー、ケンブランド考えたらね、こうトーチカ絶対押せないと思うよ。だ、それは僕が怒るわ。こう、統治化してきたら。引くでしょ？無動だよね。相手全部色違いか。これ、多分受ける分ちょっと強い人だろうね。いけ！ごつめやめてね。ボンのみだよね。オッケーオッケーオッケー。で、サンダー投げて、これで相手の戦術ほぼほぼ見れるから、いける。相手の行動全部読めるよ。で、ここ番儀なんだよね、多分。そうじゃないとさすがに、2体見えたら最後の1体は確定的になる。絶対に。この2体だとサンダーが絶対無理だから、ランクルスかバンギか、ヤドキングなんだけど、ヤドキング、バンギでしょ、さすがに。ヌオーは絶対ないと思っていい。ボルチェンで。多分、バンギか、ヤドキングかな、これ。ランクルス、これは、アクウラオスで食えるね。まあでも、こっちの受け駒、とか考え、ナットレとか考えたらあれか。鉄壁持ってたりすると、ドヒドームドじゃ。あと、バンギとかじゃ割と苦しい話あるか。ここ、ウラオス着地していいね。オッケー。これで、ハチマキ暗黒強打がいて誰も受からないから。毒毒玉トリックは危なかったな。食らってたら割とまずかった。待って、こいつ暗黒強打5回しかない。ちょ、まずいこと来た。困った、困った、困った。どっち捨ててくる？ドヒドイで、ドヒドイで捨ててくる。捨てに来てるかはわからないけど。じゃあまあ暗黒強打8回打てないのやばい。ごめん、僕が悪かった。ごめん、僕が悪かった。オンかな？オンじゃない？ここも暗黒強打でいいね。オッケー。あー、これで受けループ、かもれることになってたのか。ちょ、やばいね、これ逆に僕がかもられるぞ。マジで PP、ないせいで。で、これ多分次ドヒド投げなんだけど、無動が削れるなら無動が削れるで、今度ランドロスが、自身の一環をね、獲得して、通せるっていう、ことになるんでね。あー、まあ、サンダーも通るな、これだったら。盆の3つ合わせて、ここ、羽かステロ以外ないんだよな。それか、ドヒド引きなんだよね。だまあ、受かってないこと考えると、何してくるんかな。あー、すびきでドヒドか。オッケーオッケー、PP からしたね。ちょ、これ、マジで、この、いや、ここ釣ってきたのは、すごい。やるね。やるね、受けルーパー。どうしよっかな。いや、だからこれだったらサンダー通すルートで考えた方が絶対いいんだよな。
ボトルチェンジして、あ、ここは行ってさすがに再生しかないでしょ。ちょ、待って、もう暗黒巨大なんで僕増やしなかったの？なんで5回でいいと思ってたの？ 5 回しかない技は、8回打てないと話になっちゃう。もう、これを増やさなかった怠け者の僕を、ボッコボコにぶん殴ってやりて。ここトリックしてくんのは厄介だな。毒っちゃうし。やだね、ランクルスこれ回復できてないから、ここ、ボガエリだと思うんだよね。ここ、ボガエリだと思うんだよね。なんか知んないけど、このムラス、はじまき暗黒強だとインファだけあればいいだろうと思ってたよ。さあ、あとの二つの技、めちゃくちゃ困難なんだけどさ、トンボガエリ生きてるでしょ。ここ引くしかない、さすがに。サンダーがゲロだもん。突っ張っていて、死なない？オッケー。オッケー。これでサンダーが通ると。大サンダーで。サンダーの大サンダー。GG！ 頭おかしい人みたい。頭まともじゃない部類だけど、頭おかしい人みたいな。オッケー、サンダーで崩せる。毒毒玉のトリック面白いな。てか、あれか、アクロスにトリックでハチマキ取り上げて、なんとかなるみたいな話があんのか。そうすると土俵で見れるようになるのか。おもろいな、それ。これね、対戦相手から学んでいくと。高3でしょ？オッケー。よっしゃ、破壊した。